What's going on there, YouTube? Welcome back to another video. And today, my fellow shinobis, we are back watching the most notorious talker. Look, I'm not gonna say the full name. You know what it is. This anime, though, is definitely one of those ones this season where I'm definitely intrigued. Like, every episode so far has left me wanting more. The music is good. The MC is low-key insane, but I fucks with it. I fucks with it like heavy. I like it when my MC a little nutbag a little bit, you know what I'm saying? Like, he's a full-on menace and I love that. He takes no prisoners, no mercy given, you know what I mean? So let's go ahead and see what, you know, episode 3 has in store for us. I have no idea where the story is going. I know he gotta find a new crew because he sold his last two crewmates to slavery, and the other one quit. So I don't know how he gonna create the world greatest clan, as the title says, but go ahead and find out. If you guys like and use your actions, as always, all I ask y'all to do is hit the like and subscribe button. Let's go and get to it, son. だから誰も来やしねえって。うるさい。面接の邪魔だ。大体この店に入れるレベルのシーカーでパーティーやクランに入ってない奴なんていねえじゃん。ウォルフ、お前の気にすることじゃない。さっさと失せろ。つれねえこと言うなよ。魔術師は一人じゃ戦えないだろ。俺んところに来いよ。歓迎するぜ。ライトニングバイト。剣士のウォルフをリーダーに、エルフで弓使いのリーシャ、他のメンバーも実力者揃い。 C ランクのパーティーの中でも期待のルーキーだ。新しい仲間を探すより俺たちのパーティーに入る方が確実に稼げるぜ。はあ、だからさ、その辺にしときなよ、ウォルフ。あ、Right, nigga。 そんな口説き方だから花屋の娘にも振られるんだよ。うん、ちょ、レーシャ、何さらっと俺のプライベートをバカしてる。俺の交渉術はこっからが本番だっての。ゴルフ、あ、その気になったか。ああ、ただし条件次第だが。ああ、聞いたかお前ら、俺は男なら口説ける。俺がリーダーになるならな。え、いいよ。え、構わないぞ、わしもじゃ。なんで即答っていうか、俺の意向は。ノエルの方が音もいいし、何か問題でも。お、そう言われると確かに。いや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 、問題しかねえだろうが。ちゃんとエッシューズ。ライトニングバイト作ったの俺だから。君がノエル・シュトーレン。あ、そ、いつの間に。こいつ。気配察知に長けたリーシャが気づけなかっただと。僕はアルマ。中央広場。あ、she got two color eyes。Okay, come on now. We had to pan right there. 年齢は未成年はシーカーになれないが。21歳、立派な大人。ノエルより5つも年上じゃん。好きな食べ物は？いちご。散歩。暇な時何してる？ Taking walks。体操。好きな本は？エリザベート・グレーゼ著。タフガイを女の子にする100のテクニック。ジョブトラ。スカウト。C ランク。She's a scout. Okay。悪くないな。アビスの探索では危機察知能力に長けた弓使いやスカウトが役に立つ。今になって現れるのは皮肉だが、最後の質問だ。シーカーを志した理由は？シーカーには興味ない。僕が興味あるのはオーバーデスの孫である君だけ。祖父の関係者。Oh, she knows. Okay. ちゃんが昔戦ったことがあると言ってた。その時右腕を切り落とされたって。まさか。その敵を撃ちに来たってわけじゃないよな。違う、そんな非生産的なことはしない。ただあの英雄の孫がどんなシーカーなのか興味があっただけ。そう、OK。 悪かったな、祖父はすでに亡くなっている。だから俺の謝罪を
祖父からのものと受け取ってほしい。じっちゃんも先月死んだ。過去は過去、謝罪は不要。ちなみにおじいさん。Don't need to apologize. アルコールユディカーレ。They all seem to know that nigga. ユディカーレ。アサシン教団。依頼があればどんな相手でも必ず仕留めると言われる秘密結社。アルコールはその初代教団長。That nigga looks like a fucking menace. 姉ちゃんがアルコールの孫だって。冗談にしちゃ悪い。Oh, now they fucking want the piece of her. そんな嘘通用しねえぞ。ローガン、お前。Let's see what she can do. シーカーの酒場には暗黙のルールってもんがある。シーカーの核に応じて入れる店が決まってるんだよ。初耳。やっぱりど素人じゃねえか。ついでに教えといてやるが、このルールを破ったバカは常連のシーカーに袋叩きにされるのが慣例でね。ノエル、質問。I don't think you wanna fuck with her。シーカーの格は何で決まるの？まずはジョブのランク、それと誰もが認める実力だな。なるほど、理解した。だったらこの偉そうな猿を叩きのめせばいいよね。You want to beat his ass? Who you calling an ape? Hit him with a flash slip. Kiss your fucking boot, nigga. Oh!You're hired. Mm-hmm. Now feed me. You got me. Your big sister. I like it.バッファーについてどのくらい知っている？あまり詳しくは知らない。個人の戦闘能力が低い代わりに強大な支援能力を持っていて、それを仲間にかけるのが仕事ってくらい。そうだ。だがただバフをかければいいってものじゃない。そうなの？そもそもバフには様々な効果がある。例えば話術師のスキルにアサルトコマンドというものがある。一発で勝負を決められるほど強力な反面、下手に扱えばパーティーが全滅する。それはおっかない。だからバフは、バフをかける前に戦況を見極めなければいけない。仲間の能力を最大限引き出すようオーダーを出し、戦闘の流れを読んでコントロールする。 He's a whole tacticianバッファーの仕事だ。ただし話術師は自己強化スキルを使えない。本来ならまともに。Which I think is stupid. ないジョブだ。でもノエルにはそれができる。できなきゃ。Of course he can. よ。今からアルマにはモンスターを捕まえてきてもらう。モンスター？アビスの影響を受けて変異を遂げた動植物だ。ビーストほどではないが危険な存在だ。これを狩るのもシーカーの仕事の一つだな。キラーラビット、鉄の角を持つウサギのモンスターだ。もうかわいい。食べるの？食べない。She said, can I eat it? 挑戦的な性格で見た目に騙されると串刺しにされるぞ。捕まえるのは実験のためだ。実験？アルマには俺のバフをかけた状態でキラーラビットを捕まえてもらう。そんなの朝飯前、ノエルの助けはいらない。だがその実力の上にさらに俺のバフがかかったらどうなると思う？ん？簡単なことがもっと簡単になると思うだろう。でも実際はそう簡単じゃない。バフによって向上した能力を使いこなせるかはかけられた本人の力にかかっている。スカウトにはアクセルというスキルがあるよな。 Just because you get the fucking buff doesn't mean shit. You gotta still be good.
は5倍までいける。最初から使いこなせたか。無理。訓練してスピードに体を慣らさなきゃいけない。でないと筋肉がちぎれたり骨折したりする。だろ、自分のスキルでさえそうなんだ。バフを受け、それを使いこなすには時間をかけて適応することが必要だ。なるほど。この実験でアルマの適応能力を測る。その結果次第で今後の活動内容が決定する。優秀だった以前のメンバーでも適応するのに半月はかかった。アルマは心配無用、結果は出す。I'll get results. I like her. 何匹のキラーラビットがいる？周囲200メートルだと13匹。十分だ。Oh shit. 実験を開始する。バトルボイス、タクチちゃん。気分はどうだ？不思議な感覚。体の奥底から力が湧いてくる。アルマが俺のオーダーに従う限り、全ての能力が上昇する。すごい。That's fucking crazy. 重ね掛けしてくれ。5倍掛けでも6倍以上の効果はあるはずだ。了解。10秒以内に1匹以上捕まえてくれば合格。オーダーだ。 Within 10 seconds. アクセル。クイントル。クイント。Bro, the animation for this shit is clean.Clean as fuck. Ooh, one. Ooh. Oh my god. Oh my god. Bro, she's the Flash with this shit. 8.6.生まれつきの素質ってやつは妬ましいね。まだ実験を続ける？いや、もう十分だ。この結果なら訓練も必要ないだろう。そこでだ。早速だが、パーティーとして依頼を受けようと思う。ヘアルーム anywhere。やっと休める。食事はひどかったけど部屋はいい。一部屋しか取れなかったから。ベッドはアルマが使っていい。ノエルは？俺は床で寝る。どうして？一緒に寝ればよくない？いや、さすがにそれはまずいだろ。あ、照れてる、かわいい。照れてるわけじゃ。まあ、一緒に寝よう。アルマはノエルのお姉ちゃんだから全然平気。誰がお姉ちゃんだよ。 Oh my god. やっぱりかわいい。なんだ？よく鍛えられてる。は？素晴らしい。Yeah, he has to be. まるで野生の獣のよう。無駄がなくていい筋肉。おい。本当にいい体だから残念。Unfortunate. その体を作るには不屈の努力が必要。でもノエルがどんなに鍛えても本職の前衛にはかなわない。生まれつきの才能。もしノエルのジョブがオーバーデスと同じ戦士なら最強のシーカーに。おー、わー。アルマ。何？目を閉じろ。こう。見たい。なんで？余計なお世話を。さっさと風呂に入ってこい。Right. 俺は先に寝る。分かった。Don't bring up his grandpa like that again. But she's not wrong. その体を作るには不屈の努力が必要。でもノエルがどんなに鍛えても本職の前衛にはかなわない。生まれつきの才能に。努力は追いつけない。Inborn talent. 俺
が一番分かってんだよ。Right. 泣くなノエル。だって最弱のジョブだって。俺はじいちゃんと同じ戦士が良かったのに。ノエル、お前の姿は死んだ母さんにそっくりじゃ。じゃがわしにはわかる。お前には母さんになかったわしと同じシーカーの才能が眠っておる。話術師だろうとなんだろうと、わしがお前を最高のシーカーに育ててやる。わしを信じろ。His grandpa believed in him no matter what. Jeeza. I love this show, dude. I fuck with this show heavy.